こんにちは、こんばんは。本日の商品紹介はペンテルのグラフ線 0.5mm シャープペンシルの丸善純駆動書店限定カラーの紹介になります。では行ってみましょう。こちらの商品なんですけれど、定価が1000円プラス税ということで、まあ通常商品と同じ価格帯の商品で、まあこの辺はちょっと良心的ですよね。で、発売が2020年の7月31日発売ということで、まあ今現在、まあ僕何日か前に購入したんですけれど、店頭に行っても普通に買える商品になっています。で、こちらあのグラフ線の他にレグノの木軸のレグノの線の方のシャープペンシルの同じようにこのブルーとグリーンがあるというような形の限定カラーになっていました。まあ丸善純駆動の初コラボ商品ということで、まあ今回気合い入れて純駆動さん、丸善純駆動さんが出したというような形の商品になります。じゃあちょっと見ていってみましょうか。で、こちらの商品なんですけれど、まあ見てわかる通り、こちらね、丸善ブルー軸という名前なんですけれど、まあ見た感じはブルーというよりかパープルですよね。で、メタリック調のまあブルー軸になっています。まあ当然これ丸善のロゴカラーに近いんですけど、もっとロゴカラー実はこんなに赤くないんですよね。もうちょっと青っぽいブルーになっているとは思うんですけど、まあ一応丸善ブルーという形になっています。で、まあこのグリップなんかも当然このアルミに同じ同色のカラーのラバーが入ってて、まあ、口金パーツは光沢のある口金、それからクリップも光沢のあるクリップ、それからこのノックパーツのキャップに関してはまあプラスチック製ということになってます。で、まあ見てもらったら分かる通り、これね、純駆動さんのロゴが、フクロウかな、本を読んでるフクロウみたいな感じのロゴが入っていますね。まあこれ実は何もなくてもよかったんちゃうかななんて思ったりはしますね。まあ確かにね、でもね、今までいないカラーなんで、まあちょっと悪くはないかなっていうふうには思います。うん、まあ実際にはそんなに悪くないカラーじゃないかなっていうふうに思います。ほんまになかなかいい色です。で、こちらが丸善ブルー軸になります。それからこちらが純駆動グリーンですね。まあ純駆動のグリーンももうちょっと落ち着いたグリーンやったとは思うんですけど、まあこれも同じようにちょっとメタリックなグリーンに、まあラバーパーツがグリーン、それからキャップのとこもグリーンになってると。で、口金はこの光沢、クリップも光沢パーツ使われてて、またさらにこのロゴ、こっちには純駆動っていう風に入ってますね。これ確かね、丸善さんのロゴやったかなと思うんで、丸善が純駆動さんを吸収合併したんかな、ちょっとよくわかんないんですけど、どっかの百貨店に入ってた純駆動が丸善に変わったくらいの話とかはちょっと知ってはいたんですけれど、まあね、こう買収とかあったとまでは知りませんでしたね。まあまあその辺は詳しく知りたい方はちょっと経済の方でも調べてもらったらいいとは思うんですけれど、まあなかなかでもこの軸もグリーンの軸もなかなかいいですよね。意外とね、グラフ線シリーズってこの何やろ、このこういう感じの色目ってなかなか少なくて、これはまあ僕的には悪くないんじゃないかなっていうふうには思いますね。まあ当然ね、グラフ線なんでガイドパイプも 4mm パイプと、まあ口金もこの段々の口金、まあそれからこの持ちやすいグリップですね、それから高度表示窓、もちろんスペック的にはもう完璧なだけに、まあちょっとこのロゴマークだけはまあいかがなものかなっていうふうにはちょっと思いますね。まあ実際僕もグラフ線の、まあ、4プロなんかはかなり気に入って使っているんですけれど、まあ、これが一番書きやすいシャープペンシルじゃないかな、まあ、スマッシュ、これかスマッシュが書きやすいんちゃうかなというふうには思っていますね。まあ、ということで今回は言うとこないですもんね。もうこんな感じで丸善純駆動、丸善グリーン純駆動ブルーっていうふうに入ってて、まあ色自体はすごく悪くないかなっていうふうには思います。で、まあ
お店がね合併してからの 初のコラボ商品ということでは歌ってましたね。はい、各方面には出てましたね。それから、そのレグノに関しても、まあ、この同じ木軸印でも塗装やったんで若干ちょっと色目が違ってたんで、それがちょっと気に入らなかったんですけれど、まあいいんじゃないかなっていうふうに思います。当然あれも1000円かな、ちょっと価格まで見てなかったんですけれど、まあということで、まあグラフ線ね、もうちょっと僕的には好きなシャープペンシルなんで限定から出てほしいなとは思ってはいるんですけれど、まあ今回は丸善純駆動、まあ MJ とか言ってましたね、 MJ なんか聞いたことあるんですけど、まあそんな感じで MJ 限定カラーっていうふうには言ってました。はい、まあということで本日の商品紹介はとペンテルグラフ線 0.5mm シャープペンシルの丸善純駆動書店限定カラーの紹介でした。まあまた限定品に限らずいろんな商品紹介していきたいなと思っていますので、よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。これねまだね多分ねお店行ったら買えると思うんで、丸善か純駆動書店をちょっと探してもらったら売ってるとは思います。僕が行った時はねほとんどまだ誰かが1本ずつ買っただけで、レグノの方もグラフ線の方もほぼほぼ売れてなかったですね。先週ぐらいに買いに行ったんですけれど、だからまあ今日が8月の最終週の前かな、今日現在27日現在なんで、先週20日か21日かそれぐらいに購入したと思うんで、まあまだまだ買えると思いますので、気になる方はチェックしてみてください。で以上、ご視聴ありがとうございました。